とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー初見攻略ですね。30回です。鉢入れとこ行きまーす。前回難しかったこのステージ、はい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 、まあまあまあ鉢が出るか出ないかによってだいぶ難易度は変わるでしょうね。はい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 、いると思ったよ。でも問題ないっすね。うん、近接の敵がいないんで、まあまあ来たとしても大丈夫。おっと、いきなりか。今回もうこの影があるから余裕でしょう。影があるときってまあまあまあ余裕なのよね。ちょいちょい、すごいね敵の数が。うん、でもさっきと同じく近接があんまりないんで余裕ではあると。やっぱり蜂だね。うん、蜂がどれだけ出るかによってだいぶ難易度が変わってきそうなシーズンですね。よいしょ、OK。 こういう終わりかい。こっち蜂がやってくれたんだね。まあもともと少なかったっていうのもあるだろうし。はい、釣り竿がここである。バーストの方かな。うん、武器はもうちょっと強いのが欲しい。で持って、うん、棒、弓は、おいおい、結構きつかったな。そっちかい。まあ使っとけ、危ない。おい、敵の火力が高え、いきなり。よし、もういないね。 OK、 あと1体だけ。いやいや、なかなかだったわ。なかなか火力高え。 OK、 まだ3回なんですけどね。ここまで火力上げてくるか。まあいらないかな。次でもって、まあまあまあ嫌な場所ではあるね。でもクリーパーは出ないでしょ。よし、うん、ここね蜂が出るかどうかによってだいぶ難易度は変わるはずなのよ。出ないな。オッケー、矢はありがたい。出ねえな。ここも多くなってる。出たけど、じゃあ攻撃していって攻撃せず素通りてで終わりか。はい、まあクリーパー今シーズンいないかもね。いや、ベックスもまあちょっと待って待って待って、クリーパーいないとか言いながらいきなり出てきた。危ない、ちょっと待って。あぶね、ちょい、もう本当に、まあ多いな、もう
嫌なやつ。まあまあまあ、ここはもうやめろ。よし、もう矢をたくさん使っていくしかないわ。うん、エンチャント入れててもよかったかもね。なんかちょっと様子を見てたけど、エンチャント入れていってよかったわ。あーか、うん、変えるか。あ、ビーストバーストあったんだ。いや、か、変えない。まだ様子見る。そうそう、なんかね、変えたけども、もう次ですぐに変えましたっていうんじゃちょっと嫌だもんな。いや、しないっす。 OK、 ちょっと近接で倒して蜂を出したいのよ。おい、ちょっと待て、クリーパーいるからもう突っ込んでいけって。ナイス。よし、あ、スノーアーマー良かったね。凍結耐性良かったよ。終わり？いや、まだいる。これ結構序盤が、いやー、たくさん使う。うん、よくねえなー。でもなんか変えとかんと痛い目見そうな気がするんで、変えとこう。こうかな。おいおいおい。よし。なんか今シーズン嫌なシーズンだね。すっげえ嫌な感じです。よし、 OK、 はいはい、うわ、ちょいちょいちょい、敵の火力がバカみたいに高い。いやいや、もうもう俺のね HP が少ないから、それは分かってる。ああ、これ、山猫めちゃくちゃいいぞ。いいけど、爆発も欲しい。爆発、ちょっと棒、そうね、まあまあいいや。これでいきましょう。いや、もう3入れろ。うん、絶対強いから。もうこいつら、よし、オッケーオッケーオッケー、ちょい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 、よし、なんなんそれ。よし、オッケー。あ、うわうわ、下ってる。ちょっと待って、ネクロマンサーいるぞ。珍しい、珍しい、ネームドが。あ、でも確かにね、いたことあった。うん、珍しいってその時も言った気がする。オッケー、いいんじゃないですか。オッケーオッケーオッケー、いけるいける。ちょっと終わり。まあスノーアーマー取っとったがよかったな、あれね。おお、愛のメダルも欲しいのよ。
いや、もう愛のメダル、うん、これはもう唯一の可能性があるんで持っていく。オッケー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 、いけ、そっち任せた。おお、ハマってるね。オッケー、ジョイ、もうめんどくせえなあいつら。えいへい、倒したっしょ。いや、まだいるんかい。終わり、あっちいないね。よし、リアも結構順調に出てきてくれてるんで嬉しいね。よっしゃ、もういないでしょそんなに。よし、ナイス、めちゃくちゃいい場所。で終わり、いや、まだいるか。よし、球体終了。いやー、なんかめんどくさいな今シーズン。商人、勇者にするか。ビーネストもね、いいんだけど、ユニークじゃなかったらちょっとショック受けるんで、これでユニークだったらビーネストだった。うわー、ビーネストだ。正解はとなるともうこれ爆発だわ。うん、爆縮ね。うん、斧はもうこれ絶対変えるんで。嘘でしょ、また、ちょ、また勘弁してよ。ちょっと待って待って、よし、 OK、 これはめんどくせえ、これはめんどいよ。 OK、 よし、いや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 、これはなかなかだわ。まさかこう続けてテンペスト出るか、普通。よし、いや無理だなこれは。せめて、4ターン3ターン倒したいけど無理だね。うん、影を使ったとしても飛ぶとかないから、いや無理だわこれ、時間かかります。よし、終わった。これもう最初から対策していかないとね。虚無の矢筒と雷の杖あったと思うんで、それなんてかしていくしかないですね。 OK、 いやー時間かかった。まあ、とりあえず虚無でいいか。でもって、あ、トゲがあったんだ。うん、トゲ入れとけ。いきまーす。オッケー。いやー、なかなかだったよ。勘弁してくださいよ。テンペストはさ、その前もボスにいたじゃないですか。もうテンペストはいいよ。よし、オッケー、あ、オッケー、ナイス。でもしかしね、マッ
爆発の矢は本当にいい。本当はこう草刈りしてね、ソウル全部貯めたいけど、まあいいでしょう。ああ欲しいんだけどね。ドラが唯一の可能性があるので、ドラは外せない。これはでも仕方ないもん。ドラは OK。 いやーたくさん出て、出ないか。オッケー。ザック、いやまだいる。いや意外と出るね。よっしゃ行きましょうか。ちょいちょい、よっしゃナイス。でソウルもこれ、おい、いたんかい。ある程度は任せた。よし。いや出ないな。オッケー。もうちょっと矢出ていいよ。よし。終わり。13回終了。いやもう今シーズンはね、もうあれがいるってことで周回は難しいわ。うん、ワンパンで倒す、うん、倒せないかな、まあ、なんとか考えればいけるかもしれないけど、いらない。うん、改めて思うけどやっぱ勇者はものすごい優秀ね。うん、勇者はいいわ。 OK。 痛い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 。 OK。 しゃあ、あの影と使えばいいか。いやいや、いらんいらんいらん。うん、ありゃいいけど、ないならないで全然いい。よし、こっちもある。多いね。敵多いね、ほんとに敵が多いぞここ。よし、雲を仲間にできたら結構強いよね。しゃあ、いいね。この草刈りステージがあるところは結構影が使いやすくていい。で上もある程度殲滅、いやできてないね。いやある程度はできてたか。よし、いやもうここで結構、うん、13、14回で結構出たから嬉しいね。いいかな。うん、とりあえずボスまではこれでいけそう。あと変えたいのは防具ぐらいか。ナイスすぎるよ。いいね。いいんじゃないですか。いや敵出るな、結構出るよ。さっき回復するしね。 OK。あっちももう雑魚しかいないんでしょ、どうせ。いった、ちょっと待って、敵の火力がもうだいぶある。
つ舐めてた。ゴリテール。はい。15回終了。なんかいい防具ないね。いらん。ちょっと多めに入れるか。うーん、でも今日も虚無ね。ポップ、あ、ガーストは入れとくか。うん、こんな感じにしとけ。折り返し頑張っていきましょう。今シーズンは長い。もうそれだけ長いのよ。いいし、いけ。で、爆発もそろそろ火力が足りないか。今クリーパー危なかったね。今のクリーパーはちょっと気をつけてた方が良さげ。終わりか。いやいいかな。ビジネスを取ったところでね、もうユニークはないんで、よしいいでしょう。おい、いますね。ネクロも多分出るでしょ。この辺、あ、ほらほらほら、大当たりだ。なんか出そうな気したもん。まだ来る、まだ来る。2回出る。ほらほらほら、出ると思ったよ。で、まだかい。よし、終わり。17終了。あー、変えよう。さすがにもう耐久がない。で、これ冷気入ってるからいいね。いや、うん、いらん。魂の袋、うん、あってもいいか。1入れとけ。うん、ないならないでいいけど、まあ、あれば便利ではあるよね。ソウルいっぱい溜まるし。よし、もしかしたら、あ、まあまあまあ、影がどんどん使ってもいいか、これだったら。うん、そうね、影かガシガシ使っていこう。いけ、いいんじゃないですか。できればね、クールダウン入っててほしかったけどね。イエイ。いや、ガシガシ使っていくとさすがになくなる。うん、影凸が入ってればよかったけど、影凸は入っておりません。いや、もう下はね、完成してるのよ。影、愛、ドラ、もう完成してる。これ、あっ、いや、うん、よかったか。爆発でもよかった。まあいいでしょう。変えるかもしんないし。間違いないね、強さは。オッケー。バカ。
バカ野郎か。ちょっとパワー不足ではあるけど、マルチショット入ってるんで全然余裕だね。よしよし。で、弾数もこれ序盤から持ってたせいでだいぶ増えてる。ああ、いや、いいね、いらんね。ここもさ、ほらほら、ネクロ出ると思ったよ。よし、バカ、マジで。よし、オッケー、ナイス。ネクロまだいるよね。なんか絶対いるような気がするんですけど。いや、いないか。いけ。え、終わり？はい。まあまあこんなもんか。あ、こぐ、うん、変えよっかな。さすがに、うん、ちょっとパワー不足で、さっき武器を上げたからね。変えましょう。こんなもん。で、持って、まあ、一応、ボス用に、トムを上げていくか。どうなるかはわかんないけどね。ほう！いいんじゃないか。ナイス。パワーポーションナイス。オッケー。えい。よっしゃ。おお、矢が出るよ出るよ。こんだけありゃもう十分よ。570発。これもう最後までこれでこと足ります。終わり。よし。あー、いや、いいか。あ、いいね。変えよう。あ、いや、うん、変える。もういい、変える。で、最後の叫びは、まあ、とりあえずこんな感じで行こうね。でもって、え、ちょっと待って、ボスは？ボスどんな感じ？最初テンペストが出て、おい、その後音沙汰ないんですけど。出ない。いやいや、多分最後の最後に待ってるんでしょ。もうめんどくさいやつはいらんからね。さすがにもういらん。もうテンペストでもお腹いっぱいになってるんで、もう出なくていいけどな。よし。持って、おしまい。これで、はい、ここはいりませんね。はい、続
でしょうかね、ここはね。タワーがね、スタートしたときに、このステージ大嫌いだったけどね。落ちるから。うん。でも、もうさすがに落ちない。まあ、戦い方が分かったんですよね。基本的に、この真ん中で戦えば、落ちる心配もないもん。あ、おい、嘘。おお、どこいた？なんかいたんだろうね。あ、で、ボスがやっと。おー、カトラス。うんうん。でも、おー、なるほど。ここか、下か、どっちだ。あ、こっちだった。あー、ミスった。よっしゃ。おお、落ちるな、落ちるな。やられたかと思った。いい。で、26回。何にする？まあ、武器だろうね。うん、あんまりパワー上がんなかったけど。これで最後のボスに備えます。レンチャンともね、こんな感じ。ちょっともったいなかったけど、事前に入れとけばよかった。まあいいっすよ。おい、嫌なやつがいるね。よし、いいよいいよいいよ。ちょいちょいちょい、嫌なやつだね。よし、 OK、 問題ないね。もうさすがに武器防具揃ってるんで問題ないっす。ここはいらん。28回。おお、もうやめろ。すごいね。よし、 OK。 クリーパーか。ナイス。もうここで一気に決める。よし、終わり。愛のメダルここにもあるんかい。変えてけ。一応ね、モンスターの攻撃力は上がるんで上げてけ。うーわ、シルバーフィッシュがかからなくてよかった。おお、よし。おい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 、なかなかの嫌なやつら。よし、終わり。はい、まあまあまあ、なんか一気に終わった。いいかな。あー、最後の最後、バトルローブ変えるか。変えようか。火力上がるし。で、持って、クールダウンいらんよな。まあ、1入れとけ。いきます。
まあ、ボス次第だけどもワンパンも可能。何？おお、行ってもういいって。オッケー、ちょっと狙います。ここで狙っていくか。あー、くそ、もう次狙う。よっしゃー終わり。まあ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 、ラストはねいい感じでしたけども、まあまあ今回は最初のテンペスト、あれです。どうだ、最後見てみよう。いや1だなこれ、11できてるから3。いやでも貫通はいらんかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。